ワロ版は説です。見てくれてありがとう。今回はですね、ダウンロードコンテンツ第4弾のゾンビ配信されて、リベレーションズっていうね名前なんですけどね、かっこいい名前ですね。でそれの今回は電源の場所、パークコーラの位置を解説していきます。まあ最初のもうね、初期中の初期というかね、基本中の基本かね、紹介していきたいと思います。で今回のちょっと電源がね結構特殊で、いつものレバーじゃなくて、今回はこのね儀式をやらないけ、やらないといけないんです。4箇所あるんですけれどもね、初期部屋に1個と、あとはいろんなマップにね、今回のマップ結構広いんですよね。それといろんなね、今までのゾンビのステージがねこうぐっとぎゅっとね一度にまとまってるので、すごい初見の時は楽しかったですね。でここ500円でね、各エリア500円で儀式を始められることができます。あ、ちょっと結構ね時間がいる。 OK で、こいつらが出てきますね。なんかこの変なの、なんかベノムっぽいのが出てくるから、こういうやつらを攻撃した方がいいね。倒した方がいい、避けて、避けることもできますけど、ちょっと難しいっす。はい、これで1つ目の初期部屋の儀式は完了です。でこれをね4箇所やっていくという感じです。電源はですね、で結局全エリアねすることに越したことはないので、しないことにか、このなんだろうな、この初期部屋はまあいいとして、あと3つですね。ちょっとあっち側がランダムボックスなので、あっち側開けていこう。あっち側もね、あるんですけど、こっちどっちでもいいです。どっちからでもね。で、全部するのもまあ当然なんですけれども、エリアごとに分かれてるって言った方が分かりやすいかな。こっち側の、儀式をやると、そこの、区画の電源が入るという感じですかね。だから全部やらないと、まあ全ての、パークは飲めないという感じですかね。で、ここはね、お気づきかと思いますが、BO2 のこれにあったオリジンズですね、のマップです。すごいいいですね、ここ。はい、じゃあ、あそこね、750円かな。最初のとこは500円でしたっけ ?750 円ですね、こっちは。ちょっとお金貯めてランダムボックスで買います。はい、ではですね、トンプソンが当たりました。でこっち側に行って、ここの橋を渡っていただけると、ここに残骸があります。ここは確か1000ポイントですね。1000ポイントで開けてください。でここの採掘場みたいなとこがあって、こっちを下に降りていきますね。で右に行って、で、この手術台というかね、ここはまあご存知かと思いますが、BO2 の頃にあったモブ・オブ・ザ・レッドのマップですね。で、下に降りていって、ここですね。モブ・オブ、モブエリアの儀式ですね。で、500円必要なので、500円貯めて儀式を行いましょう。それとですね、結構積みやすくもあるかと思いますので、ゾンビ1体残して儀式やるようにした方がいいと思います。はい、それではやっていきましょうか。で、それとですね、低いラウンドで儀式を全部、もう全エリアね、4つやった方が、個人的にはいいんじゃないかなと思います。4ラウンドでわざわざやる必要なんてないですからね、危ないのに。OK、これで完了ですね。あとは2つです。で、ちなみに、どこやってないかなと確認したいときは、ここにね、ありますので、緑、青色に光ってるところが儀式を終了してるところですね。あと2つです。で、こっち側に行って、ここですね。1250ポイント。で、こう行くと、ここにね、ジャンプ台があります。ここがもう普通に乗るだけで勝手にジャンプしてくれます。てか、さっきもやったか。さっきの時に説明できてなかったのか。ごめんなさい。で、こっちに行って、ここは、あれかな?ここも1250ポイント。
あそこにちょっとちらっと見ますがね、ここはあの絶望の島だったっけ、竹雄のステージだよね。でここもね1250ポイントで開けないといけないので、またお金が必要です。結構まあマップも広いのもあるのかわからないですけど、結構お金を使いますね今回。しっかり貯めましょう。あ、ごめんなさい、こっち行けました。あ、でここで儀式を始めてください。ちょっと個人的にまだマップ構成をね詳しく把握してなかったので申し訳ないです。はい、完了しましたね。これであと一つですね。ちょっとマップを覚えないといけないですね。特にここの絶望のマップエリアが個人的に苦手だったので。あと一つはこっち側でよかったんだっけ。まあとりあえずそうですね、結局開けないといけないので。はい、それでは開けていきましょうか。でこっちに行って、またジャンプ台があるのでポーンで、はい。でここはですね、こう一番好きなところですね。木のエリアですね。木のデア当店だっけ、あそこですね。すごい懐かしかったんですよね、ここ見た時。で懐かしいと言ってももう最近結構ダウト君と一緒やってたから。よし、じゃあこっち側に行って、今度はここを開けますね。下でもいいですし、あと上にもありますね。こっちに上がって、あそこのドアですね、ここです。で、上下1250ポイントなのでまた貯めましょう。はい、それでは今回はちょっと上を開けていきますね。ここ開けて、でここの出会いセントラッシュだっけな、なんだっけ、デンプシーのステージですね。でここも上から開けていくと、もうまっすぐにありますね。ここ儀式やりましょう。はい、完了でございますね。これで4箇所行けましたね。 OK です。これで各エリアの、電源ですねは完了です。それとあとですね、ちょっとごめんなさい紹介できなかったんですけれども、電源で開く扉というものがありまして、でそれでそれもね、この全エリアやることによってもうすべて開きましたので、開通するようになりましたね。開通しましたね。ではですね、お次はパークの1位についてご説明していきます。ここ入ってください。入るとこのようにワープして、このようなちょっと変わったような場所に行きます。でここ上をね、750ポイント開けていただけると、ここにジャガーヌグがあります。でお次はここですね。実は儀式をやることによって、各エリアからね、各儀式の場所からここにねつながるようになります。ですのでこう、まあ、近道というかね、まあ、ワープができるようになりますね。はい、でここは確か何もなかったから、こっちですね、木のエリアの2階のね、ここの、まあ、パッカーパンチがあった場所ですね。この後ろにですね、フィルムというか投影機かの後ろにウィドウズワインがあります。そして戻って、今度はこっち側に、ここは絶望の島ですね確か。そうですね、そこにはここですね、スピードコーラがあります。そしてお次はですね、こっちか。結構ねマップが広いんですよね今回ほんと。はい、でここはちょっとよくわかんないんですけど、あ、そっか、ここはモブオブザデッドの場所ですね。そこにこのミュールキックかがあります。ここですね、すぐそこです。それとここですね、ランダムボックスが先ほどありましたね。それのオリジンズのステージのここですね。あれかな、
ここでも儀式できたっけな、 BO2 の頃。そこの、ね、すぐそこにあります。俺はダブルタップです。はい、それではお次はですね、初期部屋に戻って、はい、初期部屋戻ってきましたね。それのこっち側ですね。右手が始まって右手側ですね。まあ、ちなみに初期部屋にはアリバイがありますね。で、ここ開けまして、ここに行って、ここは確かね、シャングリラっていうステージじゃないかな。ちょっと自分はよくわかんないんですけどね、やったことないから。ここら辺でシャングリラじゃないかなと。で、もう来たらすぐここにね、真ん中にスタミンアップがあります。これでパークは全部ですかね、一応。それとですね、フリーパークというのかな、あのランダムパークがねありまして、それの取り方を説明します。はい、ここのねディアインセントラッシュエリアに、来てください。それで前にも多分あったと思いますがね、ここを無重力状態にしてください。4箇所をここずっとね踏んで、オッケーですね。これで無重力状態になりました。そうすると上にね、あそこに光ってると思いますが、あれを取りに行きます。これもジャンプすると普通のマルチフレイみたいに壁走りしますので、ここからまあ落ちても大丈夫です。落ちると最初というか同じ場所に戻されますので、ご安心を。死ぬことはないので、でここから渡って、アクションが苦手なんでね自分。すぐ落ちるかもしれない。はい、でこっちに渡っていって、ありました、これですね。お、ジャガーノグでしたね。これランダムですので、スピードコーラだったり、今みたいにジャガノだったりね、いろいろ取れますので、ぜひね撮ってみてください。それではこれだけですね。電源とパークの位置について解説しました。最後までご視聴ありがとうございました。また次もよろしければぜひ見てください。それじゃあバイバーイ。